ここはひどく明るい。目が痛む。たまにはいいでしょう。神はお喜びにならないだろう。族長、客人です。手はどうしたんだ。神々に捧げたのだ。お許しを。ゲラルトは私たちの慣習を知らなくて。スケリッチでは神々は親しき存在。そして親しみが増すほど捧げるものも大きい。私たちの信仰では人が捧げられる最大のものは痛み、そして苦しみ、純粋な犠牲。神の声を聞くのは才能だ、犠牲ではない。例の声の件についてだが。神々だ、彼らの声だ。神々のものではない。言葉に気をつけろ。ここはスケリッチだ。みんな神々を崇めている。貴様がアンクライトの客人でなければ。族長、ウィッチャーに悪気はありません。話を聞きましょう。その声は亡くなった弟君に関係している。ゲラルトに秋の話をしました。結論として、神々の怒りはあんたに向けられている。その理由は秋だ。あんたは彼に謝らなければならない。わざとじゃない。秋は海に落ちたんだ。神々がお怒りになる。手を貸そう。神々の怒りを買わないようにできるだけのことをすると約束する。ウィッチャーの話を聞くのです。秋に償えば神々はきっと喜びます。何をしてほしいんだ。秋が落ちた場所を覚えているか。島の東、入り江のそばだ。俺たちはウルラの針の方に流された。危険な場所だ。不安定な渦が幾人もの船乗りを飲み込んだ。そこへ行く。秋の亡霊は亡骸へブロックバルの剣を返すまで安らぐことはない。ダメだ、ダメだ、ダメだ。神々がお怒りになる、そう感じる。恐れてはダメです。神々はあなたを愛し、秋を愛した。これが正しき道です。俺が言ってもいい。剣を返すこと、それが重要なんだ。誰の手で返すかは関係ない。目印は。秋は彼だと分かる何かを持っていたか。海底に残り続けるものを身につけていたか。ああ、一族の指輪だ。それで十分だ。ここに違いない。確かめなければ、ウダルリックに会いに行こう。
なしくしてろよ。シドリアどもが大陸から来やがる。なぜそんなこと。顔色が悪い。何があった。ウダルリックが目をくり抜くよう声に命じられたの。何？なぜそんなこと。それが神々のご意志だった。秋に捧げよと。神々は具体的に何を求めた。思い出せるか。何と言われた。お怒りだった。声は言った。この卑劣な恥知らずめ、秋を助けず許しを乞いに海へ行くこともしなかった。目玉をくり抜け、苦しみ自らの悪行を悔いるがよい。神々が語りかけたのは出発の直後か。すぐ後だ。眠気に襲われて横になった。ご意志を掲示されたのはその時だ。声が聞こえるのはいつも眠りの中か。いつもだ。その時何が見える。どこかへ呼び出そうとするか。昔の家だ。声は松明を灯すよう命じ、暗がりから語りかける。神々は姿を見せたことがあるか。常に影だけか。一度覚悟を決め、夢の中で松明を明るく燃やしたことがある。その時暗がりに座るぼんやりした姿が見えた。神々は暗がりから話しかけると言ったな。だからここに光を入れないのか。夢の中で松明がまばゆく燃える時、姿が見えることがある。神々との謁見は大変な栄誉だ。家がもっと明るければ起きてる時も見えるんじゃないか。人間ごときが神々の顔を直視してはならない。いつも苦痛を捧げろと命じるのか。ああ、神々は何度もお求めになる。剣を返したが何も変化がない。彼に取り付き苦しめているのは弟の亡霊じゃない。じゃあ何が原因なの。どこかで二人きりで話せるか。客まで来て。それで分かったの。ヒムだ。天体の豪の後に生まれた怪物で、滅多に見かけない危険なやつだ。悪行を働く者に寄生する。何年にもわたって苦しみを餌にし、両親の呵責を煽る。最後には宿主に自らの体を壊させる。なんて怪物なの。倒す方法は。理論上は二つの方法がある。ヒムの住処で一夜を明かせばよいと聞いたことがある。寄生された者と一緒にな。つまり幽霊屋敷で。居心地は良くないけど、あなたはもっとひどい環境で寝た経験があるわよね。眠るわけじゃない。ヒムを誘い出さねばならん。暗がりから姿を現させるんだ。出ないと攻撃できない。もちろん反撃してくるでしょうね。ウダルリックを見ただろう。楽な戦いではない。もう一つの方法は。ヒムを騙せると聞いたことがある。君が悪行を働くふりをするんだ。そうすれば奴は君に乗り移る。騙されたことに気づいたら奴は消えざるを得ない。いいわね、やりましょう。成功例は聞かないがね。多分誰もうまい騙し方を思いつかなかったのよ。疑念を持つのはわかるわ。でもせめてヒムを騙す方法を探してみるべきよ。そんなに単純な話じゃない。それにどちらの方法も完璧ではない。どういうこと。ウダルリックがヒムの住処で一晩しのげるかどうか。ヒムがウダルリックを殺そうとすると。違う。そうすれば宿主を失う。だがウダルリックは持たないかもしれない。弱っている上にあの家は辛い記憶を呼び起こす。そこがヒムのつけいる隙となる。ウダルリックにヒムが苦痛を与えるほどヒムは力を増す。そしてあなたにとっての危険も増す。じゃあもう一つの方法は。ヒムは悪魔だ。悪魔は騙されにくいと定評がある。しかも騙す側は騙していると自覚してはならない。え？
ヒムは両親の呵責を持つ者を攻撃する。悪行を働いたと信じている者を後悔の念を増幅し、それを餌にするんだ。つまり新たな宿主が真の悲しみを感じなければ、ヒムはそれを察知する。なるほど。つまり成功させるには一方の思いつきを決してもう一方には教えられないってことね。そういうことだ。両方危険な方法みたいね。でもやっぱり騙してみるべきだわ。うまくいく確証はないぞ。こんなことまでイエネファーに相談したいとか言わないでよ。何も思いつかなかった場合はウィッチャー流を試せばいいわ。君とイエネファーは何なんだ。もう数回彼女の名を口にした。別に、二人はよく気が合うって思っただけ。尻に敷かれているとでも。あなたが特別ってわけじゃないわ。男はみんなそうみたい。荒っぽいスケリッチ男、勇敢な騎士、屈強なウィッチャー、結局みんな女の手の上よ。なんというかお見通しなんだな。じゃあまずは騙す方を試してみる。よし、やろう。いい選択ね。ヒムを騙せるとしたら幽霊屋敷、つまりヒムの住処しかなさそうだな。じゃあついてくわ。待つ理由はない。あたりを見てみましょう。シリ、いや、幻覚だ。クソ、俺を止めようとしてるのか。つまり俺を恐れてるわけだ。割れている。ウダルリックが自分の後ろに化け物が映るのを恐れたか。古いユリカゴ、ウダルリックとアキのものだな。確かな腕前だ。職人はきっと大陸出身者だろう。ゲラルト、来て。いい考えが。何かひらめいたか。ええ、考えがある。成功しそうなやつ。詳しく聞けるか。ここで待ってて、すぐに戻るわ。何か他には。言ってたじゃない、詳しく知ってはダメだって。だから他に何も言えない。ただ信用して。うまくいくことを祈る。私も。始めましょうか。始めよう。分かったわ、すぐに戻る。待ってる間にかまどに火を入れておいて。いたぞ。奴は旧宅の方に向かった。捕まえろ。お願い、その子をかまどに入れるのよ。信頼して。その子を傷つけるな。子供を返せ。かまどよ、その子をかまどに入れて。
せた。リッチャーは罪を犯さなかった。ここには絶望も罪悪感もない。驚きと安堵だけよ。騙されたわね。去りなさい。終わりだ。終わったのか。奴は俺がお前の子を殺したと思い込み、俺の罪悪感を食うために取り付こうとした。でも赤ん坊が無事だと分かって消えるしかなかった。自由になったのよ。自由。ヒムは去った。お前を苦しめた声も。ここから出よう。何が起きた？頭がクラクラする。渦の中で回転してる。ゲラルト、終わったはずよね。疲れただけだ。じきに彼の心は元通りになる。これからどうすれば？混乱しているんだ。安心しろ。じきに収まる。まるで何かを引き剥がされたようだ。それでいい。ヒムは寄生生物だ。寄生生物と宿主の結合が強い場合もある。だから今は空虚に感じるんだ。数日か数週間もすれば元気になる。ウィッチャーよ、感謝する。それでは。私も一緒に行く。心配だから。それがいい。これからどうするんだ？しばらくいて彼の様子を見るわ。あなたは？スピカローグに残るの？まだわからない。考えをまとめなければ。きっとイエネファーがやきもきしてるわ。その話は済んだはずだな。そうね。さよならウィッチャー。順風満帆を祈るわ。君もな、さらばだ。